はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日から新しいイベントが来ております。シルバーウィーク関連だね。はい、行きましょうか。最強シルバー決定戦。そうなの、さっき招待状が届いたの。どれどれ、シルバー世代限定の闘技大会開催、優勝商品は温泉旅行。これは譲れないの、絶対優勝してもらうの。でも誰に出場してもらう、村長は戦えそうにないし。お困りないようね、話は聞いたわ。そういうことなら私の従者に、従者に出てもらいましょう。アリーナ、それって従者ってクリフト若いし出場できないんじゃ。もう一人今回の体験にうってつけの従者がいるの、紹介するわ。ブライジャ、まったくもう少し年寄りをいたわるべきですぞ。ブツブツ。なんだか偏屈なじいさんなの。まあまあいいの、とにかく大会に向かうの。とはいえ姫様からいただいたあれを披露するには絶好の機会ですな。ヒッ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 。というわけで今回のピックアップガチャはブライとなっております。まあ神殿にね、ちょっと良さそうな感じのキャラクターですかね。やっとイベントが始まりましたんで、やることがいっぱいになってきたんじゃないでしょうか。神殿もやりながら、でまた7回でピックアップガチャが取れるあれが来てるね。温泉旅行争奪戦、最強シルバー決定戦開催。クエストをクリアして鉄球魔人を仲間にしよう。クエストをクリアして報酬をゲット。最強シルバー決定戦トロフィーを集めてアイテムと交換しよう。鉄球魔人ですね。魔性が貫突になりました。育てていきたい。こういう大会ブライは好きじゃないと思っていたけど意外ね。そうですな、最近持病の神経痛が辛いのでいい機会だと思いましてな。本当に戦えるのかちょっと不安になってきたね。そういえば今回の大会だけども、なんとも大会らして有名なモンスターが参加するらしいよ。なまま、適当な予感なの。ほう、ますますわしのとっておきを試すにはちょうどいいの。とっておき？おぬしら、シルバー大会の出場者だな。悪いが、その権利をわしらによこすのじゃ。きゃ、なに、なんなの？わしらは温泉同好会。商品の人をわしらがいただくんじゃ。身の程知らずのアホジジイどもめ。ジジイがジジイって言ってんの？大人、同じ、年寄りとして恥ずかしいわい。きつく説教してやらねばな、ほうほうほう。ヒャドマーター食らわしてやれ。ヒャドインか。ヒャダインか。ヒャダインを食らわしてやるんじゃ。でもさ、このブライさ、結構、強くない？ヒャドのコツを覚えながら、ヒャド耐性下げありながら、だから、結構ダメージ出ると思うよ。まいった降参じゃ。ここまで強い年寄りがいたとは。すごいよブライ、あっという間に倒しちゃった。まあ伊達に宮廷魔術師をやっていたわけではないからの。ただの偏屈じいさんじゃなかったのね。これは優勝間違いなし。さっきの戦い手加減したのかしら。どうしたのアリーナ、早くしないと大会に遅れちゃうよ。ごめんごめん、すぐに行くわ。何？まだ秘めたる力を隠しているというのがブライめ。で結構今回いろいろ追加になっててさ、追憶も結構入ってるし、開花も来てるし、やること意外とあるんじゃなかろうかと。あの神殿がね普通にあるから、その分ねいいですよね、やることが増えて。さあ最強シルバー決定戦の開幕だ。第一試合準備はいいか。お主らも魔法使いか、面白い。だがわしらが長年鍛えた100の呪文、果たして耐えられるかな。100の呪文そんなに使えるなんて1回戦から強敵出現なの。呪文の扱いで遅れを取るものか。まあ見てよ俺、ヒッヒッヒッ。呪文合戦、これは目が離せない試合になりそうだ。頑張ってねブライ、負けたら承知しないわよ。
両者準備できたようだな。それじゃあ第一試合レディーファイト。じゃあさ、ずっと待っとくからさ、100の呪文打ってもらおうか。倒さないで置いとくから。ん ?100 の呪文打てんのか本当に。画面見えてないけど、いるのその向こうに。やるやないかい。両者互角、呪文の応酬が続いていく。最後に決めるのはどっちだ。これで最後じゃ。はて、呪文が多すぎてド忘れしてしもうた。ぐわー、なんと呪文をド忘れし、隙をついたブライの呪文が決まった。なんとも表示抜けな決着じゃな。まさかこんなやつらからしか出場してないなんてことはないじゃろうな。相手のミスとはいえ、勝ちは勝ちだよ。おめでとうブライ。そんなのよくやったの。このまま優勝目指してと突っ走るの何か変ね。あの程度の相手に互角だなんて、やっぱり何か隠してるのかしら。最後は全 MP を使うマダンテ、究極マダンテを控えてるかもしれないな。だ、今 MP 節約してるのかもしれない、もしかしたら。2回戦ですが、相手チーム全員が膝を腰を痛めてしまったので、ブライの不戦勝です。はしょるな、そこは。ラッキーなの、これで準決勝に進めるの。そうだね、他の試合を見てきたけど、大会嵐の鉄球魔人も順調に勝ち上がっていたよ。このまま行けば決勝はそいつが相手になりそうだね。やれやれ、気が早いですな。まずは目の前の準決勝ですぞ。グヒヒヒヒ。それでは準決勝です。準備はいいか。我が武術の極意はスピード。果たして我が速さに追いつけるか。素早さが自慢か、好都合じゃ。それらの流儀に合わせてやろう。わしも速いんじゃぞ。ここでまさかのスピード対決宣言。さあどうなる準決勝。それでは試合開始。 100m5 秒8で走るブライ、公式記録。公式では4秒台が出ていたとも聞いております。そういえばブライオートゲスト出てくんないの。むむ、こやつ素早い。我がスピードと互角。伊達に姫様の従者をしておらぬ。ほれ、もっとスピード上げるぜ。なんのこれ、式言おう。まだまだ。もうおしまいか。ゼーハ疲れた降参だ。はあ、とじがいもなく、向きになってしまった。はあ、疲れた。目に止まらぬスピード対決。勝者はブライダー。ちょっとなんで魔法使わないのよ。ヒヤヒヤさせないでよね。まあまあ魔力温存できたし、いいんじゃないかな。それはそうなんだけど、なんだか必要以上に無理やり温存しているような気がするのよね。そんなことで決勝では優勝なの。温泉が私たちを待っているの。いや、やっぱりマダンテ来るな。全 MP を放出してのマダンテが。お、これ仲間になる？ん？仲間になりますね。鉄球魔人。性能見ようか、この後ね。あのじいさんもすごかったけど、さすがに優勝はあいつだろうな。ああ、あの大会らしか、確かに体つきを見ても一目瞭然だな。ガッハッハッハ、わしの鍛え抜かれたボディ、わやわな呪文に弾き返してくれるわい。
なんなのあのマッチョマンは。あんなのがシルバー世代なわけないの。さっき僕が偵察した試合でも圧倒的なパワーで優勝していたね。圧勝していたね。ブライ大丈夫かしら。さっきの試合でマリオがともかく体力がかなり減ったんじゃ。姫様、わしを甘く見ないでいただきたいでございますな。まあ期待しておいてくだされ。さあ両者準備ができたようだ。それでは決勝戦試合開始。特別カット今なしか。敵魔じゃ。貧弱な魔法使いがわしのマッスルパワーに勝てるかの。なにがマッスルパワーじゃ。わしのとっておきの呪文を見舞いしてやるわい。どっちもヒートアップしてるの頑張れ。メラ取れそうもないね。通った。ギラでもギラヒャド弱点だったかな。よし呪文の準備ができたわい。これがとっておきの呪文じゃい。いくぜい。あれは私がプレゼントした呪文書のグー。なんだこの呪文は。わしのマッスルパワーが押されてグワッ。すごい威力なの。これが勝負ありなの。ちょっと待って。この呪文まだ発動したままだよ。むむ、これはいかん。呪文が暴走しておる。うわ巻き込まれるぞ。逃げろ。ドゴン。あいただだ、みんな無事。なんとかね。凄ましい呪文だった。わしのマッスルボディの乾杯だ。だがまだまだ鍛錬が必要なようだな。そうだ、わしと一緒に訓練しないか。さらなる高めへ行ける気がするぞ。そんなこと言ってる場合じゃないの。会社がめちゃくちゃなの。わしとしたことがなんという邪魔じゃ。まだイエスの答えてないけど仲間になってくるの。勝手にマッスルボディが入ってくるのかな。うってんてん。これ一章しかないかな。先じゃあクエストクリアしてから鉄球魔人見ましょうか。ここでおしまい。一章でおしまいでしょ。暴走した魔法のせいでまさかトロフィーも商品も吹っ飛んじゃうなんてね。姫様からのプレゼントが嬉しくて嬉しくて張り切ってしまったわい。まったくもうやりすぎよ。温泉行きたかったの。お主ら最後の試合見ていたぞい。あれは大会の道すがら絡んできた温泉同好会。アホジジイどもめ、証拠りもなくまた来ようとか。今は腹の虫の居所が悪いんじゃ。そうなの。温泉がパーになってむしゃくしゃしてるの。八つ当たりしてやるの。まあまあ待て、わしらは。うわち、違うんじゃ。これを渡そうと。これは温泉旅行券なの。やったー。わしらも長生きしてきたが、あれほどの呪文を見たのは初めてじゃ。そのお礼といったところじゃ。ありがたいと言いたいがすまぬ。これは受け取れぬなの。大会での集大にこの度の勘違い、わしはまだまだ未熟なようじゃ。故に受け取れぬ。なんとさすがブライ様、年を取っても果てしない向上心。わしらも見習わねばなら。では失礼いたしまする。どうやらしっかり反省してるみたいね。それじゃあ腕を磨くために早速次の旅へ行くわよ。お待ちください姫様。行っちゃった。そんなせっかくの温泉がなの。落ちる？マジ？アリーナ姫は 100m 3秒台だから。
応クエストはないよね。見てみようか。ハードないっすね。ハードね。で仲間で鉄球魔人を見ましょうか。移動に、火炎打ち壊し、自分周りぐるりん、激しい一撃、2から4マスで稀に休み、地獄の鉄球、自分周りか、やっぱダメなんだよな。移動力1上がる、追撃とかもなんかな。魔人の本気、敵から攻撃を受けた時最大値の 10% 自分の HP を回復しテンションを上げる。まあこれは弱いですね。これは弱いですね。はい、というわけで本日のイベントクエスト、温泉争奪戦みたいなやつ、やってみました。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。